ローレンス・ロバート・ボーアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身の、元プロ野球選手、宇藤良だ。現在は、MLB フィラデルフィアフィリーズで、GM 付けシニアアドバイザーを務める。元プロ野球選手のニック・ジョンソンは追いに当たる。1965年10月12日、フィラデルフィアフィリーズと契約。1970年4月7日、メジャーデビュー。同年、 新人王の投票で3位に入った。1974年全162試合に出場し、オールスターに初めて選出された。1975年には自己最高の打率305録ボーアはフィリーズで1981年まで在籍。フィリーズはその間、1976年から1978年に、 1980年には、球団史上初のワールドチャンピオンとなった。1982年1月27日に、イヴァン・レヘスーストのトレードで、ライン・サンドバーグと共にシカゴ・カブスへ移籍した。1985年8月13日、カブスは、ボーアを解雇。7日後の8月20日、ニューヨーク・メッツと契約。 1985年限りで現役を引退。遊撃手としての2222 22試合出場は、ナリーグ記録、遊撃手としての通算守備率。980は、当時のメジャー記録。1987年から1988年に、かけて、サンディエゴパドレスの監督を務め、その後は、フィリーズ、アナハイム・ウェンゼルス、シアトル・マリナーズのコーチを歴任。 2001年からフィリーズの監督に就任。就任1年目の2001年には最優秀監督に選出されたが2004年シーズン途中に解任された。2005年は ESPN の解説者を務めた。2006年から2007年にかけてニューヨークヤンキースの三塁コーチを務めた。2007年までの12年間ヤンキースの監督を務めた上通りが ロサンゼルスドジャースの監督に就任し、ボーアも2008年から2010年にかけて、ロサンゼルスドジャースの三塁コーチを務めた。2011年からの3年間は、MLB ネットワークのアナリストとして活動した。また、2013年には、第3回 WBC アメリカ代表のコーチを、務める。2014年シーズンからはフィリーズで、ベンチコーチを4年間務めた。 2017年シーズン終了後より、フィリーズの GM 付けシニアアドバイザーに就任した。ありがとうございます。